どうもこんにちは、増井塾の増井です。さあ今日やっていきましょうということで、まあ、原子大学受験科学ということになるんですが、放射性同位体ということになります。で、まず放射性同位体でよく出されるのがこちらということで、まあ、14C の6ということになります。はい、14C6 ってことになるんですけど、これ14って何かっていうと、原子が6個ありますよ、中性子が8個ありますよと、まあ、こういう感じになるんですね。陽子が6個あって中性子が8個ありますよ。じゃあこれほったらかしにしてるとどうなるかっていうと、147の N になるって、何言ってんのお前っていう話になるんですけども、はい、147の N になっちゃう。これ何でなっちゃうかっていう話になるんですけど、ここは中性子だもんね。これ中性子で、この中性子を1個陽子に変えます。まあその辺はなんやかんやで変わると思ってください。で、中性子がなんやかんやって陽子にこう1個変わりますよということになるんですね。で、中性子が1個こっちに行ったから、ここの番号は同じなんですね。これ総合の数は一緒と、陽子と中性子を足し合わせた数は 14C6 も 14N7 の N も全部の数自体は一緒ですよと、ここが一緒なんですよということが大事になってくるんですけど、この中性子の数が陽子に変わったということになるんで、この要するに番号のところが6から7へとなりますということになります。はい、じゃあ中性子から陽子に変わるとき何も出ないんですかということになるんですけど、いやこのときにベータ線っていう、まあ、ちょっと厄介な線が出てくるよということになるので、このベータ線がバーッと出ちゃうということになっていくということですね。まあ、このときの要するにこのベータ線とかいろんなものが体に悪かったり、まあ、要するに体の人の健康の役に立ったりっていうので、まあ、いろんなことに役に立ったりするということになるわけなんですが、その件に関してはまた後日ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。